ポルト大学とはポルトに所在する大学であり、1911年3月22日に創設された。学生数はポルトガルの大学の中では最大であり、特筆される研究の成果を出している大学の一つである。ポルト大学の司祭館。この大学は19世紀にポルトに創設された2つの高等教育機関、理工科アカデミーと下海学学校からなっている。 1910年の革命後、第一共和世紀にリスボン大学とポルト大学が創設された。ポルト大学は当初産学部から構成されていた。ポルト大学の開学は1911年7月16日であり、最初の学長には数学者のゴメスティシェーラが選ばれた。同時に大学は経済的、科学的に独立し、教育の自治は 公的に承認された。現在は、14学部、修士課程、博士課程、ビジネススクールが存在する。ポルト大学建築学部。OB であり、建築学部の教授も務めるアルバロシザによる設計。ありがとうございます。